ようこそピエでどうぞ、はい、私は布川雄二です。スタジオピエロの社長をやっております。まあ、私自身の自己紹介をお話ししますと、日本でアニメーションを約40年やってます。フランス語なんですよね英語ではクラウンって言いますから、サーカスが来てですね、よく小さい時にもうテントがこう、立っている時のこのリハーサルなんかを見ている時に、ピエロがですねこう練習してた。で、まあ、もちろんあのこういうお化粧もしないでですね、で、そうやってそのサーカスの中にピエロっていうのは主役ではないんですね。でもピエロがいなければサーカスにならないっていう、それでこう一つのこう仮面をかぶるっていうのは、アニメーションにすごく似てるんじゃないかと。アニメーションもキャラクターっていう一つの仮面をかぶって、いろんなキャラクターを演じるっていうのはね、で、まあそういう映画と違ってそのスターがそのままの顔で出るっていうわけじゃない、そういうこうトカトカみたいなものが、それとまあピエロっていう一つの語呂合いがね、非常にこう気に入ったってこともあったし、ちょっとクラウンって言うとちょっと怖いイメージあるじゃないですかそういう意味でね、フランス語でピエロ、まあ日本ではむしろクラウンっていうよりもピエロっていう、ね、言葉の方が馴染みが深いっていうところもあるし、ここ数年の中では、まあ、もちろんナルトが大ヒットしてブリーチがその後に続いて、ロングランで、放送され制作されているということは、まあ、ピエロにとってみれば本当にラッキーなことで、番組がヒットし続ける限り日本の放送は放送しますし、やはり長く育って、人気を保つためのいろんな方策という部分で言えば、やっぱりお話作りだとか、当然そこで、どれだけそのオリジナルのシナリオを書くときっていうのは、やはり原作のいろんなものを壊さず、テストを壊さず、シナリオを作り込むというのは非常に神経を払うんですけれども、そういうふうにしてやはり原作とあまりこう逸脱しないような一つのストーリーを続けていくっていう部分で言えば、非常にあのストーリーの作り方もね、みんな頑張ってやってくれてるんじゃないかなと思います。もちろん私自身ピエロの社長で、今はあんまりあの現場の方をそれほど多くやってなくて、まあお金勘定するのはあんまりつまんないっていう部分なんだけれども、まあそこの中でやっぱりいろんなエピソードいっぱいありましたし、いろんなキャスティングっていう部分で言えば、やっぱりどうしてもアニメーションってこう全部ペーパーワークなんですね。ペーパーワークって要するに最初はシナリオから始まるし、絵コンテになるし、その作画をしていって、それで一本の作品がようやく音のない作品ができて、そこに声優さんが声を入れると。でそこでその初めて、あ、このキャラクターはこういうキャラクターなんだって、でスタッフがみんなこうなんつうのかしら、一つのものになっていくっていう、まあ、そこでなんかその作品のなんつうのかな、テストみたいなものはそこでみんなお互いこう共通的な認識を持つんですけれども、それまではもうイメージばっかりでこう作業していくわけなんですよ。でやっぱりその声が入って初めてね、あ、このストーリーはこういうキャラクターなんだ、ストーリーなんだっていうようなものを認識するまでっていうのは、非常にこうお互いがみんなこういろんなイメージでやはり作業してますんで、その中にやっぱり、え、こんな作品だったのとかね、あ、これは面白くなりそうだなとか、これはちょっとキャスティング合わなかったなとかね、やっぱりなかなか最初のイメージ通りのものが、最終的にそのイメージ通りに上がるっていうのはなかなかね難しいんですよ。ただまあそうやってね、こうイメージがうまくそのキャラクターが一個息づいていくと、あ、この作品は当たるなとか、この作品は非常に人気が出るなっていうのは、そういうのはやっぱり分かりますよね。ではこれからサーカスの紹介です。久田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この部屋はですね、動画と、原画を担当しております。ではまず、動画の方を
紹介します。今彼女がやっている作業が、動画です。あの原画と原画の間を出ていく仕事になります。その羽も物は何ですか？これは羽ぼうきですね。羽ぼうきです。消しゴムのカスとかを払うのに使うものです。それでは次にあの原画の仕事を、している人を紹介します。ベテランの方からこういうラフの原画をいただいて、それを清書する仕事です。清書するというのは？ですね、原画として清書をする、片付けるという、きれいにするという、そういうことです。線を整理するというか、これが最初の状態で、これを元に整理したものを、でそれを線を少し整理して清書したのがこれです。形が多少違ったりすることもあるんで、あの刃の本数が1本なかったりとか、そういう部分がちょっと難しかったです。みんなブルードラゴンですからね。いや、それぞれの違う。そうですね、ブルードラゴンと、新番組の花咲ける青少年、それからブリーチをやっております。この1回だけですか？そうです、うん、そうですね。みんなみんなの仕事量は結構多いですね。そうですね、まあ、あの24時間電気がついてるぐらいなので、まあ、仕事としては大変だと思います、うん、私自身の仕事としてはまずあの動画から始めて、動画チェックをやりまして、そして今あのこの作画室の室長という形で仕事をしてます、うん、最終的にはどういう仕事をやっちゃうと思います？最終的にはですか、やっぱりあのたくさんのアニメーターを育てて いければいいなと思ってますけど、もちろん我々が作った作品が世界でどのようにこう受けられるかっていうのは一番気になるところだし、まあ、もちろん一番ビジネスのあるアメリカの行方っていうのは我々にとってみれば非常に大きなものにこう返ってくるわけですからね、うん、まあ、もちろんでもあまりアメリカを意識して作品を作ってるっていうわけではないんですけども、そういった面でやはりそういう、こう日本で当たったものがまた育ってアメリカで当たったっていうことに関しては、原作を選び方、その作り方、やり方っていうのは間違ってないんじゃなかったんじゃないかなっていうようなことの思いもあるわけで、まあ、そういう面では本当にアメリカで当たる当たらないっていうのは我々にとってみればすごく大きなことですね、よくいろんなあの世界とどういうところで違うんですかっていうような質問もよく受けるんですけれども、まあそんなにその作品を作るっていう部分での違いはそんなに大きな違いはないと思うんだけども、やや違うっていうふうなことを言うならば、やはり相当ストーリーの作り込みはすると思うんですね、日本はね。それとやっぱりそれに伴ってやはりキャラクターの掘り下げ方っていうのもやっぱりものすごく、そのキャラクターというものをこうもっともっと掘り下げた形でこう描くっていう部分のね、描き方は、他のアニメーションの番組とはちょっとその辺が違うんじゃないかなっていう気もするし、でやはりいろんなファンの方々に聞くと、まあ、ストーリーの面白さもともかくとして、やっぱりそのキャラクターの魅力であるとかね、そういう魅力にやはりこうファンの方々がこう共感を呼ぶというのは、これはバカボンですね、はい。こういうアメリカ人もいるんだから、ぜひねアメリカのメディアにも登場してもらいたいですね、こういうキャラクターは。え、難しいでしょうね。そうなんですね、文化的なものってやっぱり影響しますよね。個人的な、一番個人的にこの作品が一番好きっていうのはあります、自分が手掛けた。まあやはりこれはこれも全然おそらくアメリカの視聴者の人たちは全く知らないと思うんですけど、30年前に一番最初にデビュー作品として作ったのがニヌスの深夜旅という作品で、その作品が当社の一番最初のデビュー作品で、でまあうちの僕自身がいろんな人たち、うちのスタッフたちに言ってるのは、ニヌスに始まってニヌスに帰ろうねと。
そのちょうど独立して大きな、まあ大きなっていうかそのビッグカンパニーのこのピエロになるまでにグループで活動してたんですよ。でその時に君知らない、あのミツバチマーヤって、でこのマーヤも本当に日本人で、例えばサザエさんが知らない、ドラえもんが知らない人はいないっていうぐらいヨーロッパでは本当にこのマーヤっていうのは誰もが知ってる、どの国行ってもマーヤっていうのは知ってて、僕はまあヨーロッパにあちこち行って、その昔マーヤやったんだよって言ったらね、もう涙されますね。でこう絵で描いてあげるんですよ、もう感動もんですよね。それはあのその当時はヨーロッパの中ではその作品がまさか日本で作ったとは思わなかったっていうぐらいね。ではこれからデジタルアニメーションルームにご案内いたします。これから、川島香織さんにご紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の仕事はアニメーターさんが描いていただいたカットを最終的に、絵として動くように、していく部署です。こちらではアニメーションの撮影という作業を進めているんですけれども、まずですね、作画終わった後の、仕上げさんが塗ったセルというものがありますので、こちらの方に、載せます。それと、同じく背景さんが作業していただいた、背景のものを、背景とセルを組み合わせていく作業です。昔はセルで、やってたんですが、最近では、コンピューターを入れてデジタル化になってきまして、まあ、昔に比べれば、一つ一つの処理ですね、処理とかに時間をかけて、作ることができるようになりました。ただ間違えないように一枚一枚きれいに作業していくっていう感じです。より細かく指示が出せることによって、処理の方法とかもあのいろんな方法を試したりするので、いろいろなパターン、いろんな種類をやったりすることで、時間はそんなに変わってないと思います。ただやはりこれから我々そのなんつうのかな、テレビというメディアだけ、テレビと映画っていう部分だけのメディアだけだったんですけど、これからやっぱり第三のメディアとして、そういうインターネットというネットという一つのメディアがもう今とどめもなくこう押し寄せてきてるわけで、ただやっぱりそこに我々、ものを作るプロダクションとすればどのような形でそこにビジネスを構築されていくのかっていうのはこれからの課題ですね。ただだからある面で言うと我々今のところ被害者ですけど、その被害的なことが、この一つのメディアの中にどう利用していくかっていうのも我々はものすごく大きなビッグビジネスを生むチャンスでもあるんで、今はちょうどそういうメディアのこう変わり目という時期という部分で言えば、今の段階でそのじゃあダウンロードを違法ながゆえにいろんな国にその訴訟を起こすかということは非常にリスクが高いですよね。まあ言わないとそこでファーストランをそこに放送としてできるようなことです。まあ最初からね、いわゆるセキュリティをかますということならば、可能性としてはネットの方が可能性としてあるかもしれない。ただまだまだちょっと我々からするとこの数年間非常にメディアが大きく変わっている時期なんで、これから2年3年においてまたそのメディアがどのようにこう変化していくのかっていう、もちろん我々はその変化していく様をまあそれなりにこう慎重に見ながらどうやってそのものを作りしていくかっていうことを見極めなきゃならないんだろうけども、なかなかやはり予想できないっていうようなことが起こり得るんじゃないかなっていう気もするし、実際今あのテレビがね、日本のテレビが、まあ、こういう一つの不況感もあってなかなか番組作りの中にお金が集まってこないってことも実情ですし、そのテレビという一つの産業からもう一つまたそのネットっていう産業がこうやって今移り変わっている時期ですから、我々みたいなこういったあのエンターテインメントのソフトを作っているプロダクションがどのようにこれから生きていくかっていうのは非常に大きなこれからの課題ですよね。では次、プロジェクト事業部を
ックさん、よろしくお願いします。お願いします。こちらの部署では、キャラクターの商品化の日本国内の窓口をしております。まあ、こういったカードゲーム、ナルトであるとか、まあ、ゲームパッケージもしくはゲームソフトのキャラクターのに関する、商品化の営業して営業制作、デザインをしております。でこちらの方が、営業部隊になっておりまして、まあ、各メーカーさんに、キャラクターを営業して、まあ、商品にしてもらうということをしています。まあ、こちらの方が、絵の素材の管理であるとか、まあ、どういった絵を使ってパッケージング、もしくは商品化をするかっていう、まあ、メーカーさんとのやり取りをする部署になっています。まあ、この部署では、イラストを管理したりであるとか、まあ、どういったイラストを使って商品化のパッケージを行うかっていうのをメーカーさんとお話しして、打ち合わせをする舞台になっています。まだ初めのラフの段階なので、ここからメーカーさんといろいろ打ち合わせをして、より良い商品を作っていくためにもうちょっと詰めていく段階です。まだ初めの段階ですね。これは昔の25年くらい前の作品なんですけれども、30代40代の女性向けの作品ですね。はい、一部のコアなファンのお客様がいらっしゃいますので、そのお客様に向けて、今ちょっとグッズを考えているところで、はい、こちらの方がパッケージのデザインなどを行う部署にデザイナーの舞台です。はい、まあ、こちらでも見ていただいて分かると思うんですけど、ナルトの、まあ、デザインですね、はい、していただいている形です。これは劇場版になるんですが、まだこれから今年の夏に公開する、映画のデザインですね。まあ、アニメーションの制作とは違ってやっぱりデザインが非常に重要になるので、やっぱり日々デザイナーさんが勉強していいものをより作ろうと、まあ、お客さんが手に取れるようなデザインっていうのがやっぱり一番重要なので、はい、まあ、そうですね、アニメーションを作るだけとアニメーション会社って思われがちなんですが、まあ、アニメーションというのはお金が必要なものですので、スポンサーさん、まあ、メーカーさん、フィギュアを作るメーカーさんとかゲームを作るメーカーさんがつくことで初めて資金が使うことができるということで、まあ、商品が売れなければアニメを作ることもできない。アニメが人気上がることで、商品が売れてよりいい質のいいアニメを作れることができるっていうものがあるので、まあ、普段あまりアニメーション会社って意識されない部署なんですけれども、非常に、会社の中でも重要な部署なんではないかなと思います。アメリカのファンにはおそらく悠々白書がね、ピエロを一番こう知ってくれた、作品じゃないかなと思うし、その次にまたこうやってナルトの作品であるとかブリーチという作品が、ポンポンと出てきたという部分では非常にインパクトを与えたかなと自分では思ってます。まあ、それでやっぱりその次にじゃあ今度ピエロっていうのは何を制作していくんだろうっていう、そういう期待感もね、いろんなところで耳にもしますし、まあ、さっきあまりアメリカを意識して物を作ってないよって言ったけど、これからはアメリカを意識して物を作るようなことの作品も今企画として考えてますし、ぜひぜひ今少しアメリカもいろんな意味でこう日本のアニメーションのこうボルテージが少しこうなんか下がっているっていうようなことも聞いてるんでね、やっぱりそれをやっぱりもっと、熱をさらにまた上げるような作品作りを、まあ、我々も、それに向けて一生懸命制作しようと思ってますので、ぜひぜひともですね、アメリカのファンの皆様に おかれましては、スタジオピアノ作品の次の作品にぜひ期待して、応援していただきたいと思います。今日はありがとうございました。僕はこの辺で失礼します。あ、そういえば皆さん、今日ピエロのキャラクターがいくつも登場しましたよね。皆さんはいくつ見つけられましたでしょうか。頑張って探してみてください。じゃあ失礼します。